どうもこんにちは、たまちゃんです。さて本日は正式版が発売されたエドゾンビアプライジングを遊んでみましょう。こちら1年以上前に早期アクセスが開始して、それを一度動画にしましたが、まあ侍、忍者、力士がゾンビと戦うという一見ネタゲーとなっております。しかし内容は不思議のダンジョンを 3D アクションハクスラゲー化したものとなります。で、当時は早期アクセスだったので、まだ荒削りな部分はありましたが、それでもとても面白かったですね。で、今回正式版に伴ってプレイステーション5と XBOX でも発売されたほか、いろいろなコンテンツ追加と、あと画面の見た目を変えられるシェーダーというものを選べるようなので、まあ早速そちらで遊んでみましょうか。エドゾンビアプライジング、ちなみに D3 パブリッシャーは地球防衛軍でおなじみのところですね。で、このオプションのグラフィックスで一番下にエドシェーダーってありますね。これを有効にすることで見た目が変化します。で、以前の続きからとなりますが、はじめは侍しか使えないんですよね。どこかの段階で力士が仲間になると思うんで、ちょっとそっちを目指してみましょうか。ここははじめの街ですね。これが一番はじめのステージで、難易度を変えることも可能です。まあ、はじめは普通のモード、これを攻略していきましょう。で、ローグライクなのでアンロック要素、それが豊富に用意されてますね。で、アンロックすればするほどデフォルトで強くなっていきます。さあ始まりました、村外れから。はじめはここでランダムの技を習得できます。ぶん殴り、まずこれを覚えましょう。じゃあとりあえず殴るっぽいね。塚で殴る。他には戯れ返し、状態異常を回復する。そして当たった敵を状態異常にする。面白いですね、この技は。戯れ返し、ああ。そしてお守り、これは防具ですね。防具は全部で10まで装備できます。で、呪われていなければいつでも外すことはできますね。代わりに消えてしまいます、外すと。じゃあ行ってみましょうか。屋敷、ここにはすでにゾンビが大量にいるっぽいですね。まずは弾を入手、あ、投げてしまった。これをぶつければ敵を吹き飛ばせると。アイテムは結構拾えるんでね、どんどん使ってもいいかもしれませんね。襖を切って進む、これは次のステージですね。まあ、まだ不思議のダンジョン系はね、そのフロアを探索し終えてから次に向かいます。おい、いっぱいあるぞ、ここはやばいぞ。おら、さあ技を使ったら相当強いな、今の技。こっちはまあ威力はぼちぼちだね。で、ジャンプ中にこうやって兜割り、とどめを刺せます。あと大斬りでこうやってね、ため斬りも可能ですね。再び塚打ち、おら、よいしょー、強え、これ本当に。おい、あとこれ普通の斬りですね。まあ雑魚敵は斬ればノックバックするんでね、囲まれないように切れば問題ないかな。うん、こんな感じでね。で、こいつらゾンビでモーションが見にくいからね、それだけは注意が必要だね。で、こいつ腕がなくなってますが、それでも攻撃してきます。あとダウン中の敵とかもね、寝たまま襲ってくるんで、それも注意が必要ですね。お守り、これは斬撃が炎上する、強そうだね。これは回復口を設置するとライフが回復しますと。これは腐った肉ですね、焼けば焼肉になります。そして人形、設置型の攻撃してくれるアイテムですね。はじめから
マップは結構広い感じだけど、コニオいっぱいいるね。使うち。どすこい。せえ。うわぁ。さあ、雑魚敵を。燃えてますね。燃えてる敵に向かって、おにぎり、焼肉を投げる。すると肉が、ああ、待てよ。敵に吸い込まれたかな。焼肉にすることはできなかった。残念なことに。まあ、不思議のダンジョン系は、アイテムを投げるというのもね、重要なことになってきますからね。その投げるアイテムによっては、思わぬ効能を生みます。で、体力の丸薬。これは飲めば、マックス体力が上がりますね。これは？あ、これは力が上がる。まあ、レベルアップ要素みたいなものかな？これは、体力回復効果が上昇。さらに、空腹度も上がりますね。これは効果がない。高く売れる。これ普通に拾いましょう。とどめ。これ技ですね。技は覚えずにね。後で交換しても良いし。まあ、初めは全部取っちゃってもいいんじゃないかな。手数が増えますからね。とどめでなんか、米印がついてますが、特殊効果がついてますね。これは効果が高いのかな？まあ、ここら辺のランダム性が売りではありますが、覚えましょうか、じゃあ。習得。同じ秘伝の書を使えば、どんどんこのレベルが上がっていって、で、能力がつけられますね。移動速度上昇。これは使うと、そういう効果になるのかな？使ってみた。使ってみたが、よくわかんないな。デフォルトで効いてんのかどうか。で、アイテム、このインベントリーはあまり持てませんね。まあ、代わりに保存の壺、そのシステムはあるんで。ここはこれまでかな？まだある？ありますね。アイテム落ちてる。なんだ？イダテンが解放。カカシ、敵の気を引く。あ、ぶん殴り。これ二つ目だね。つけましょう。これほんと強いよ。うまく使えば。強化する。威力を上げる。ヒット数を上げる。隙をキャンセルできる。これは、悩むな。ヒット数でどうなんの？これにしてみようか。二回当たるのかな？一発が。よいしょ！いるぞ！早速使ってみよう。いけ！よっしゃーっと。あー、あ、なんだ？すごい遠くまで飛んでった。まだ生きてる。さあ、止め刺していく。よいしょーっと。で、やはりこのゲームのね、ネタ的な技もあって、土下座で相手を倒すとかね、ありますので、後で見つけたらそれ使いましょう。で、あまりのんびりもしてられませんね。画面左上の青いゲージ、今40ってなってますが、それは空腹ゲージです。お腹が減ると体力が減ってしまいます。秘伝書、こっちにしましょうか、じゃあ。出口は複数用意されてます。選択の間。このうちの一つ選ぶ。とどめ、これ二つ目だね。このとどめだ。けさぎり。ボタン流しでためができる。とどめにしましょうか、じゃあ。習得。とどめはね、結構強いはずですよ。ダウン中の敵に当てれば。クリティカル、もしくは、防御力上昇？クリティカルにするか。では次に、向かいましょう。ここも10回までですかね。カカシ。そして秘伝の書、居合斬り。能力付きだ。覚えましょう。お、三つついてるぞ、能力が。これは相当強いな。長押しも可能。使ってみようか。いやい。うわあ。あれ。これ、タイミングよく離さないと、技がキャンセルになってしまいますね。とず、丸薬で、お腹を満たしていきましょう。いるぞ。いやいだ。よーし。今だ。あれ。敵の攻撃を受け止める。なんと、カウンター技でした。使ってみるか。よし、来い。ほら、来たー。あ、モーションがほとんどない。技が発動しましたけど。逆上。瀕死になると、攻撃力が高くなる。これ強いな、これ。いやい。ほら、決まった、いやい。あんまり強くないかな、いやが。そこすらには、まとめて切る。これ気持ちいい。
居合、おっしゃー、ああ、でも居合は複数に当たるんだ。それ考えると強いかもしれませんね。相手は今んとこガンガン溜まるし無敵そう。これでボス戦は勝ちみたいなもんだね。そう、次は秘伝書を選択。何かアップグレードできるかな。とどめ剣気、一定時間攻撃力上昇、これにしよう。戯れ返し、これを消しますか。さあ習得してと、いいで使える。次使ってみましょう。雑魚敵の前にね。これはハンバーガーでござるな。早速食べよう。いけるぞ。さあ元気で攻撃力を上げる。どれくらい続くんでしょうね。これは技にも有効なのかな。あ、ちょっと切れちゃう。ああ、でかすぎる。危ねえ。これ初めのステージのボスですね。おわあ、強い強い強い。やばい。あれ全然効かない技が。やばいやばい。おお、火炎瓶。投げろ。燃やせ。うわ、すげえ燃える。これは急に難易度上がりましたね。ああ、でも、燃えて死んだ勝手に。まあ、技を使えばやれたかもしれませんね。うまく。玄武の守り。これは効果高いですね。最大体力プラス500、全方位ガードが可能。バーベキューの間、ここではおにぎりを焼くことができます。これを拾って、そしておにぎりを投げましょう。このかがり火に向かって、よいしょ。さあ焼いた、焼きおにぎり。早速食べましょうか。ビビでござる。ここは中間地点ですね。お金があれば物を買えますが、区内安いんだね。50銭。ここで余ってる秘伝書があれば納められますが、ちょっと足りませんね。そしてこちらで回復アイテム、これがもらえますね。今はしかしこれじゃ拾えないかな。で、中間地点から里に帰れますね。ただこのゲームどうだったかな？持ち帰りシステムはなかった気がするけど。戻ることでメリットあんのかな？まあいいや。次に行きましょう。おっと！なんだこいつ？見えなかった動きが。早い！うわ、やべやべ！ちょっと強いぞこいつ。新しい敵だね。おっと、全ゲージが溜まった。敵に囲まれた時にこれを使えば、連打ができますね。そして先ほど拾ったお守り。体力が 80% 以上の時、通常攻撃で衝撃が、それを放たれますと。これどれくらい強いかな。またデカバセール。さあ相手も投げていくが、おいぞ、気づかれてない。勝手、ああ、ナイス、なんか、ポーズが、生めかしいポーズで、死んでいった。まだ気づかれていないで、勝手に死んでいく。アイテムが相当強いね、このゲームは。さあ、そして、衝撃は、どうだ？強い感じがする。結構遠くまで飛ぶかな。これは相当強いぞ。悪い肉。斬撃じゃ燃えないか。あ、斬撃が燃えるから。肉も勝手に焼けてくれますね。これは嬉しい。で、これ、襖、開けられたんだね。切る必要なかった。あ、技使いましょう。全攻撃。うわぁ、全！さあ、一定時間無敵。そして、スローモーション状態。ボス戦でこれを使えば、圧倒的なんだろうね。あ、切れちまった。結構焦がしが早かった。で、やばいやばい。強すぎる。とりあえず、技を使ってと。ああ！体力減ってしまったが、気づかれたぞ。さあ、コマ投げろ。来るぞ。俺逃げろ。あったったったい。ああ！コマどこ行った？コマ。コマ消えちゃった？さらに投げつけてと。
来たぞ。お、やれそうだ、また。生めかしいポーズで倒した。ああ、このゲーム死ぬとお金が減る？お金を減らさないために戻る感じですかね。で、今酒を飲んでちょっと酔っ払っちゃいましたね。満腹度は増えますが、一定時間、体の調子がね、悪くなります。これは、敵を倒すと肉が落ちる。悪い肉。それを焼いてしまえば、即座にお腹も満たされますね。カカシを使うか。カカシ。カカシに敵が誘われる。今チャンスだ。あ、まだ大丈夫か、カカシは。健在だね。一歩的にやれた。カカシ強いな。ボスキャラにも効くんじゃないか、もしかして。お守り、一番左が、レジェンダリーだ。スザクのお守り。攻撃力アップに、ジャンプ中硬くなる。ん？強敵。こいつを倒すと、アイテムを落とす可能性が高い。屋敷に潜むもの、最終章。やっぱ最後のようだね。叫び女。なんか変なのがいるな。どこにいるんだ？叫び女。剣気。さらに強化だ。開いてるな。襖が。ゾンビが叫んでいる。一体どこで？どっちでござるか。いる。あれは普通のゾンビか。移動速度早いだけだ。叫ぶことで敵が増えてんのかな？いませんね。いる。あいつか。デカブツもいるな。しかし、全を使うぞ。全！よし！一定時間無敵！そこ切る！うわぁ、必殺！気にはくれ！お、どこ行った？作業女消えた！あいつなんだ？ワープすんのか？汚いぞ！私が無敵中に。くそぁ。あそこになんか、ダメージがあったね、今。向こうにいそうだけど。もうちょい探るか。アイテムがいっぱい落ちてる。これログかな？叫び女やっぱりダメージ受けてますね。こっちの炎上効いてんのかな？体力が多いからね。炎上のダメージはでかいんだろうね。よし。無敵そう。一定時間無敵。まず貴様切る。いけるぞ。お、どこ行った？あれ？倒した？お、お、あれ？こいつじゃなかったの？叫び女。せっかく無敵になったのに。炎上くない。ヘッドショット。あ、ああ、微妙に入る。いいぞ。どうだ？燃えてるか？さらに爆弾人形。これ当てるんだ。お、爆破するか？お、いった！ああ、決まったー！やりましたね。どうだ？おう、ディフィーテッド。さあ、ボスを倒して、どうなる？キャラクターアンロックされるかな？ 1 時間かかりましたね。さあ、クリアしたけれど、力士はまだアンロックしないの。とりあえず今ので、お金とポイントは貯まったんでね。ここでアンロックですね。次のレベル。いや、まだまだ全然足りないな、こりゃ。1ステージクリアぐらいじゃ、何もならないようだね。そしてこちらでも、強化できますね。攻撃力強化。ここら辺かな。満腹度のが重要か？では本日はここまでにしましょうか。うん、以前遊んだ時はアイテムの名前が伏せられたりしていて、もう初めからね、カオスな状況だったのですが、ここら辺は優しくなったっぽいですね。結構堅実な作りになった印象です。あとは第2、第3のキャラクターを解放するにはまだまだ先に進む必要がありそうなので、まあちょっと時間のある時に進めておきたいと思います。というわけで、不思議のダンジョンを 3D ハクスラーアクションで遊びたいという方は、ぜひこちら購入して遊んでみてください。実況はたまちゃんでした。